それでは定刻となりましたので、市長定例記者会見を始めさせていただきます。それでは記者クラブ幹事社の埼玉新聞社橋本さん、よろしくお願いいたします。1月の幹事社を務めさせていただきます、埼玉新聞の橋本と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは本日の、会見内容につきまして、市長さんの方からご説明をお願いします。はい。皆さんこんにちは。昨年5月から開校されました日本初の盆栽専門の学習プログラム埼玉国際盆栽アカデミーの最後の初級コース2クラスが先週から始まりました。これで初級コース120人、中級コース20人の全7クラス合計140人が受講したことになります。また大宮盆栽美術館では昨年12月15日からインスタグラムを開設をしまして、すでに約900人のフォロワーを獲得しております。これからも埼玉市の誇れる文化盆栽に携わる人材の育成と魅力の発信に力を入れてまいりたいと思います。それでは本日の議題に移らせていただきます。まず議題1でございますが、幸せ倍増プラン2017埼玉市成長加速化戦略の策定についてご説明をさせていただきます。本市におきましては、今後少子高齢化の進展、地域力の低下、公共施設の老朽化、社会保障関係経費の増大などが見込まれている中で、これらの課題を克服をして東日本の中枢都市として将来も成長発展していくためには、これからの5年10年が最も重要な時期であると考えております。このため3期目の市長選挙で私が公約をいたしました幸せ倍増プラン、幸せ倍増計画3に基づきまして、市民一人一人が幸せを実感できる都市を実現するための幸せ倍増プラン2017を策定をいたしました。また同じく公約として掲げておりました埼玉市新成長戦略を強力に推進し、市民企業から選ばれる都市を実現するための埼玉市成長加速化戦略と策定をいたしました。策定にあたりましては、なるべく多くの市民の皆様の目に触れていただくため、市民説明会やパブリックコメント等を実施、貴重なご意見をいただいたところでございます。大変心強いご協力をいただきましたことに、改めて御礼を申し上げたいと思います。それではまず各プランの策定時の市民満足度の状況でございます。埼玉市の住みやすい、あるいはどちらかというと住みやすいというのを合わせた数字でございますが、これはこの黄色い棒グラフの方でございます。これは平成19年に 74.0% から、おかげさまで約10年で 83.4% まで右肩上がりで上昇をしてまいりました。またもう一方のですね、住みやすい、住み続けたいという方のご意向でありますが、これはこれまでもほぼ同様にですね、約 80% から 82% ぐらいの状況で推移をしておりまして、両方とも引き続き上昇基調が続いているというふうに言えると思います。現在市民満足度が高い市役所の構築を目指しまして、市民満足度を2020年度までに 90% 以上にする CS90 運動というのを展開しております。様々な施策を通じて市民満足度を向上していく必要がございます。そこで私が市長公約で掲げました幸せ倍増計画3、またさいたま市新成長戦略に基づきまして、平成32年度までに本市が重点的に取り組む事業等をですね、幸せ倍増プラン2017および埼玉市成長加速化戦略としてまとめまして、市政運営の最も基本的な計画であります埼玉市総合振興計画次期実施計画に、この各プランの事業等を位置づけまして、市民一人一人が幸せを実感できる都市、また市民企業から選ばれる都市の実現を目指してまいります。これ図に、ちょっと戻していきますか。図に示している通り、大きくはこの総合振興計画というものがあって、その中で特には重点的に取り組むものとして幸せ倍増プラン
それから成長加速化戦略がこの中の重点的なものとして位置づけられるということであります。また合わせて、策定をいたしました町人仕事総合、創生総合戦略についても、この中の重点的な事業ということで位置づけているところでございます。お願いします。また幸せ倍増プラン2017はですね、市民の幸せ倍増に係る事業の推進と合わせまして、行財政改革の取り組みによる高品質経営市役所への転換を図っていくために、この幸せ倍増事業というものと高品質経営プログラムというものと、この2本立てで今回は策定をいたしております。そしてこの計画期間は29年から32年度の4年間ということで計画をいたしております。続きまして幸せ倍増事業でございますが、具体的にはこの10項目90の事業からなるものでございまして、子どもの幸せ倍増、家族の幸せ倍増等ですね、10の項目分野からですね、それで90の事業を掲げて進めてまいります。またもう一つの柱でございます、高品質経営プログラムについては3つの柱、見える改革、踏む改革、人の改革、こういった3つの柱の中で46の取り組み事業を掲げて進めてまいります。続きまして、さいたま市成長加速化戦略についてでございますけれども、これは市民企業から選ばれる都市を実現をしていくための事業を推進していくというものでございます。これは東日本の中枢都市づくりの推進、東日本広域経済圏構想をはじめとして、日本一安全で環境に優しい都市の強靭化など7つのプロジェクトとして進めてまいります。この中で特に前回の成長戦略とのちょっとした違いでございますが、それはこの7つ目のですね、グローバル時代の国際教育文化都市というところでございました。成長戦略の中に初めて教育そして文化ということを入れさせて位置づけさせていただきまして、この成長加速化戦略、成長戦略の中にも埼玉市にとっては教育あるいは文化というものも位置づけて進めてまいるということでございます。計画期間については平成29年度から平成32年度までの4年間ということでございまして、構成は7つのプロジェクト、72の事業を進めてまいります。それでは具体的な事業について、主な事業についてご説明をします。まず一つ目でございますけれども、これは家族の幸せ倍増の中に分類しているものでございますけれども、保育需要の受け皿の確保、子育て支援型幼稚園認定制度の創設普及ということでございます。家族の幸せ倍増の事業として、この保育需要の受け皿の確保、また子育て支援型幼稚園認定制度の創設普及を掲げております。本市におきましては待機児童の解消を喫緊の課題と捉えまして、保育所等の整備を加速化させ、昨年4月に待機児童ゼロを達成をいたしました。今後も女性の社会進出などによる保育ニーズの増加が見込まれること、また昨年厚生労働省が示しました新たな要領に基づく待機児童の解消を図っていくために、認可保育所や認定こども園の整備を進めてまいります。また一方で、共働きのご家庭のお子さんを幼稚園へ通わせたいというニーズに対応していくためにですね、年間を通じて長時間の預かり保育を実施するなど、子育て支援機能の充実にご協力をいただける園を子育て支援型幼稚園ということで認定をしまして、その普及にも取り組んでまいりたいと考えております。これまでの幼稚園や認可保育所に加えまして、ナーサリールームや家庭保育室、子育て支援型幼稚園など、子どもを預けたい方が、その選べる、どういう、施設、あるいはどういう、機能を持ったところに、預けるかということを、選べる環境づくりというものを、進めていきたいと考えております。続きまして、高品質経営プログラムの取り組みについてご説明をいたします。
見える改革高品質経営プログラムの中の見える改革の一つでございますけれども、区役所窓口総合サービスの向上というものを掲げております。平成25年度に埼玉市区役所窓口総合サービス向上本部を設置をしまして、接遇窓口環境案内サービスを三本柱としましたサービスの向上に取り組んでおります。おかげさまで窓口満足度アンケートにつきましては、平成26年度に開始して以来、これ実際に窓口に来ていただいた方にですね、終わった後にこうアンケートを取ったわけでありますが、 95% 以上を満足しているということで示しております。具体的には96年 97.2%、 また平成27年は 97.7%、また平成29年は 97.0% ということで、非常に高い数値となりました。各区所で取り組む良い事例については情報共有をしていくとともに、内容に応じまして全区共通のものとして広げております。窓口サービス向上のための新たな取り組みとして、窓口間のさらなる連携の強化でありますとか、あるいはタブレット端末をより有効に活用した取り組みなどを進めてまいります。今後も常に 95% 以上の満足度を目指していきたいというふうに考えております。また高品質経営プログラムではですね、この見える改革、踏む改革、人の改革、この3つの改革によりまして46の取り組みを実施することになりましたが、この取り組みの成果目標としては財源創出額、合計で4年間で560億円を創出することを目指して取り組んでまいります。これは財源創出というのは、歳入を増やしていく、それから歳出を削ると、2つの視点から生み出していくということでございます。次に埼玉市成長加速化戦略の主な実施事業についてご説明をいたします。これの最も大きなプロジェクトの一つでありますが、東日本の中枢都市づくりの推進、東日本広域経済圏構想についてのプロジェクトでございます。このプロジェクトにつきましては、1つは交通インフラの拡充、それから2つ目が街づくりの推進、都市機能の拡充ということですね。それからビジネス交流の推進、この3つの柱で推進をしてまいります。交通インフラの拡充につきましては、本市の強みであります交通の利便性を最大限に生かしていくために、駅、それから空港等とのアクセスの強化をはじめ、広域的な視点も踏まえた交通網のさらなる拡充を進めてまいります。また、まちづくりの推進につきましては、大宮駅周辺、埼玉新都心駅周辺地区、そして浦和駅周辺地区、このところがですね、二都心というふうに続けております。大宮駅周辺と埼玉新都心が一つの都心、それから浦和駅周辺がもう一つの都心ということで、二つの都心でございます。それ以外にですね、三園地区、岩槻駅周辺地区をはじめとした四つの副都心、また与野本町駅周辺地区をはじめとした各地区のまちづくりを推進し、東日本の滞留拠点というものを創出をしていくというプロジェクトでございます。またビジネス交流の推進につきましては、東日本の各都市との経済連携を強化をしてまいります。これらの3つの柱に掲げている取り組みを推進をして、東日本の中枢都市を作っていこうというものでございます。今後2つの、この2つの計画に掲げた各取り組みを推進をしまして、市民一人一人が幸せを実感できる、絆で結ばれた埼玉市、また誰もが住んでいることを誇りに思える、埼玉市を目指していくとともに、東日本の中枢都市としての礎を、しっかりと築いて、持続可能な成長、発展を遂げるための、遂げるために、スピード感を持って、全力を挙げてまた取り組んでまいりたいと思います。議題1については以上でございます。続きまして議題の2でございます。119救急ガイドを全世帯に配布についてご説明をさせていただきます。病気や怪我をしたときに、
救急車を呼ぶべきかどうか、自分自身で判断することはなかなか難しいものでございます。本当に救急車が必要なときに市民がためらうことなく要請できるよう、また救急車を呼ぶべきか判断に迷う場合に適切な相談窓口、受診方法を案内できるようにこのガイドを作成をいたしました。お手元に、皆さんのお手元にいっているかと思います。まず、現状の本市における救急出動、件数等の推移についてお話をしたいと思います。速報値でありますけれども、平成29年度中ではですね、67,034件でございました。10年前と比較をしますと16,605件の増加、約 32.9% の増ということになります。また救急搬送人員は59,056人で14,061人の増加、これも約 31.2% の増加ということになっております。これに対しまして救急隊数は10年間で3隊増えました。そしてこれは 11% の増ということでありますけれども、この救急出動件数の増加に伴い現場到着所要時間などが延伸傾向になってございます。またもう一方でですね、平成、これは28年度中のデータでございますけれども、不要不急の救急出動件数としましては、救急出動件数が64,692件のうち、699件が不要不急の出動件数ということで、約 9.4% ということでございます。この件数は救急車が出動し医療機関へ搬送しなかった事案ということになりますが、4つの項目を不要不急と思われる救急出動件数として計上をさせていただいております。このように救急車の適正利用については今後も継続して取り組んでいく必要がございます。しかしながら今後も高齢化社会などを背景に増加が予想されておりますこの救急要請に対しまして、単に救急出動件数を減らすことだけを目的とせずに、本当に救急車が必要な市民がためらうことなく要請することができるように、また重症化を防ぎ救命効果の向上につなげていく必要もございます。こういったことから今回ですね、この119救急ガイドというものを配布を全国に配布をさせていただくとともに、さいたま市救急受診ガイドの運用を開始をいたします。まず119救急ガイドにつきましては、病気や怪我をしたときためらわずに救急車を呼んでほしい症状や判断に迷ったときの相談先等を掲載をした冊子でございます。これを市内全世帯に配布をいたします。またさいたま市救急受診ガイドにつきましては、スマートフォンやパソコンなどからアクセスをしてより詳しい症状に対応し、病気や怪我の緊急度や医療機関を受診する時期、科目などをご自身で確認できるもので、2月の1日から運用を開始をさせていただきます。それでは119、これちょっと皆さんのこちらではちょっと見えにくいかもしれませんので、ガイドお手元のガイド等をご覧いただきたいと思いますけれども、これの内容の一部をご紹介をしたいと思います。ためらわずに救急車を呼んでほしい症状を子ども、大人、高齢者ごとに掲載をしてございます。判断に迷った時の電話相談や病院案内、また市内の休日夜間休館診療の情報などを、掲載してございます。またさいたま市救急受診ガイドにつきましては、総務省消防庁で策定をされました緊急度判定プロトコールを活用しまして、より詳しい症状に対応しております。またお役立ちサイトとして119救急ガイドにも掲載しておりますが、さいたま市医療ナビ、また埼玉県精神科情報センターなどの情報も掲載をしております。実際に使用した場合の例として、子どもが発熱をした場合で説明をさせていただきたいと思います。はじめに確認する症状、これの画面で緊急性が非常に高い症状が表示
表示されます。ここでどれにも当てはまらないを選択をすると、年代を選ぶの画面になり、子どもを選択をいたします。続きまして、この症状のこの選択の画面となりますが、ここで詳しい症状別の一覧が表示されますので、ここで例えば発熱のところを選択をしますと、発熱の画面になり、緊急性が高い症状が表示をされます。意識が朦朧としているという1番を選択をいたしますと、このようにですね、119番に電話し救急車を呼んでくださいと、こういうふうにつながっていくということでございます。スマートフォンからアクセスをした場合には直接119番通報することができます。まずガイドの方でございますが、この A4 版で59万部作成をしまして、1月の29日から全世帯に小埼玉2月号と一緒に配らせていただきます。また今後、さいたま市への転入世帯に対しましても、各区役所の区民課にて配布をさせていただきます。最後に、増加を続ける救急出動件数に対しまして、救急車の適正利用にご理解をいただきながらも、119救急ガイドおよびさいたま市救急受診ガイドを積極的に活用いただきまして、必要な場合にためらわずに要請をしていただきたいというふうに思っております。私からは以上でございます。ありがとうございます。では、市長さんの今のお説明について、質問がある者は、挙手にてお願いします。はい、すみません、テレビ埼玉の大崎と申します。はい、2点ほどあるんですけれども、はい、幸せ倍増プランの方なんですが、はい、先ほどのご説明ですと、はい、保育の方を、はい、ご紹介されていましたが、はい、これ以外にもなんかプッシュしたいといいますか、特色、これが特色だという事業があればお教えいただきたいと思います。でもう1点なんですが、はい、ちょっと重複になってしまうかもしれないんですが、はい、改めてですね、今回のこの幸せ倍増プラン2017を策定されて、どのような、埼玉市にしていきたいかというのを教えていただければと思います。はい、お願いいたします。はい、これ以外のものとしましては、例えばですね、幸せ倍増プラン、高齢者の幸せ倍増という項目もございます。これはこれから超高齢化が進んでいく、特に急速に進んでいくということを踏まえて、充実をさせようということで、高齢者が介護が必要な状況になっても、この住み慣れた地域で安心して生活を営むことができるようにするための地域包括ケアシステム、これの一層の推進を図る取り組みなどによって、健康長寿社会の実現を目指してまいります。またもう一方で、こういった介護であるとか、病気、病院といったものの充実とは別にですね、健康で、居続けられるためにですね、高齢者の働きたい、また生きがいを見つけたい、趣味を始めたいといった多様なニーズを支援するために、仮称セカンドライフ支援センターというものを開設をしまして、セカンドライフ支援に関するさまざまな情報を集約するとともに発信をして、センターにおける相談などを通じまして、高齢者の方が元気に生き生きと活躍をするまちづくりを目指していこうというものでございます。また健康マイレージといったスマートウェルネス埼玉を通じまして、楽しみながら体を動かすこと、生活習慣への意識を高める取り組みを実施をしてまいります。また子育て支援は保育所のお話をしましたが、それ以外にも食育の推進ということで、学校家庭地域が連携をした食育の推進であったり、また4月に開設を予定しております子ども家庭総合センターの整備によって、子育て楽しい埼玉市を目指してまいります。また高品質経営プログラムの方に位置づけられるものとして、特に、私たちとして強力に推進していきたいと思っておりますが、人の改革事業の中で、早出遅出勤務制度の導入など働き方の見直しに資する取り組み、これをですね、とにかく強化をしていきたいということで、平成32年度までにですね、30の取り組みを実施をしてまいります。
まあ、こうした取り組みによってですね、過度の時間外勤務を抑制をして、まあ、職員が働きがいを持ってまた意欲的に業務に当たられるようにですね、働き方の見直しを推進して、まあ、職員の働きがい満足度も高め、また市民の満足度も高める、いわゆる高品質経営という言い方を私たちしておりますが、まあ、そういった市役所を作っていきたいというふうに考えております。まあ、あと成長加速化戦略でももう一つあえて申し上げるならばですね、先ほどグランドセントラルステーション化構想で説明をしましたが、それ以外に今回新たに教育というのをですね、さいたま市の成長の大きな柱の一つに位置づけをさせていただきました。この中ではやはり何といってもですね、小中9年間を一貫して、まあ、行ってまいります英語教育グローバルスタディ化、これ小学校1年生からまあスタートして推進をしていくわけでありますけれども、まあ国に先駆けてまた国よりも幅広くですね、年代で英語教育を行っていくというものでありますので、まあこういったものを中心としながら進めていきたいというふうに思います。まあ、いずれにしましてもこれからのですね、まさに運命の10年という言い方を私たちはしてきました。もうすでに、もう 2,3 年経っておりますが、残りのこの期間を通じて、引き続き、まあ、持続可能な成長ができる、また、急激な高齢化を迎える前に、すべき準備すべき対策をしっかりと行うための、まあ、計画として進めてまいりたいというふうに思っております。以上です。他に質問のある者はありますか。はい、埼玉新聞新井と申します。はい、幸せ倍増プラン2017と埼玉市加速、成長加速化戦略についてなんですけれども、はい、これともに4カ年にまたがる、はい、すごく希望感の大きい施策だと思うんですけど、これの達成度についてのチェックは、はい、どういったタイミングで、はい、されていくんでしょうか。はい、そうですね、これはこれまでもですね、この幸せ倍増および、まあ、昨年前期2期目の時に実施しました成長戦略の評価についてはですね、まあ、1期目の時には毎年やってたんですけども、ちょっとやっぱり1期目の場合に、1年目がやっぱりちょっと準備などをして、こう中途半端な形で評価になりますので、中間年の2年、それから、まあ、3年目の後半、中盤から後半ぐらいのところで2回ぐらいですね、評価をしていただくことが、もちろん内部的な評価については自己評価についてはこれ毎年やってまいりますが、外部評価、こう市民評価のような形のものについては、まあ、そういったタイミングで実施をして、内部評価と外部評価、あとそれを受けてまたさらに市民の皆さんからもご意見を頂戴をして、 PDCA サイクルという、まあ、表現を使わせていただくとすれば、その計画の進捗状況を十分にチェックをしながら、次の年度にそれを生かして進めていくという形を取っていきたい、このように思っております。確認なんですけど、そうすると2年か3年で各項目について、はい、なんて言いますか、点数みたいな形。そうですね、これまで ABC とか、まあ、予定通り進んでいるとか、あるいは予定よりも多くとかよく進んでいるという評価とか、あるいは、まあ、取り組んでいくと遅れている、あるいは未着手というような、まあ、いくつかの分類をこれまでもしております。おかげさまで、これまで、まあ、1期目2期目の中では幸せ倍増プランについてはおおむね、9割ですね。これは2009の時には138の事業があって、約9割を達成できました。2013の時には111の事業があって、これも約9割達成することができました。また今回は一緒になっておりますが、これまでは行革プランと別々に作っておりましたが、行革プランの方は1期目の2010については192の事業があって、これも9割達成することができましたし、また2013年の時も54の事業で約9割、これまではですから両方とも9割達成することができたというふうに思っています。まあ、行革プランでは財源創出については2010については680億円、13については640億円の財源を創出することができたと
ということでございます。まあ、いずれにしましても、掲げたこうした計画、あるいは重点項目でありますので、しっかりといわゆる計画をするだけではなくて、計画を実施をし、それをまた評価をしてもらい、そしてそれを、まあ、修正をしながら取り組んでいくという、まあ、PDCA サイクルを回しながらですね、よりいい施策、あるいは計画として、まあ、実施していきたいというふうに思います。他に質問のある者はいらっしゃいますか。はい、先ほど市長から人の改革ってことで早で遅で制度の導入ってありましたけど、151ページ見ると、今モデル実施してるっていうようなふうにも読めるように書いてるんですが、今どんな感じで具体的には、なんて言うんだろう、コアタイムも設けたフレックスのイメージなのか、それ以外のものなのかっていうのはどんな感じで考えてるんですか。はい、一つはこれ、まあ、業務によってということと、あと個人のですね、によってという2つの視点があると思っています。例えば業務によってということであるとすればですね、まあ、分かりやすいところで言うと、例えば、まあ、議会との対応が多い所管の部分について言いますと、どうしても質問の状況を発行したりする部分で言いますと、少しどうしても夜が遅くなるということがございますので、その場合には通常の始業時間よりも遅く出勤をして、まあ、それに対応していくという、まあ、取り組みであったり、例えばですけどね、それからあと個々で、例えば子育て中の方々についてはですね、まあ、子どもの送り迎えの関係もあったり、あるいは介護の問題などもあると思いますので、まあ、その中でこういう働き方に時間帯を変えたいというようなことなどについてもですね、まあ、対応ができるのではないかというふうに思っております。そうですね。これでごめんなさい、モデル実施ってもうやってるんですか。もう今年度からスタートしております。12月1日からスタートいたしました。すみません、今の2つの件についてってことですかね。12月1日からスタートしたのは、はい、そうです。それですでに少し12月議会もございましたので効果を上げた分もございます。他に質問のある者はですかね。それでは、幹事社として代表質問をさせていただきます。質問は3つあります、はい、まとめて行いますのでよろしくお願いします。まず1点目なんですけども、2018年度新年度ですね、予算編成の、市長査定を終えての所管と予算の編成方針や見通しについてお聞かせください。はい、続いて2点目、成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が施行された場合、その成人式の参加年齢を揃えるなど、その成人式の変更をする考えがあるかお聞かせください。3点目、最後になります。放課後児童クラブの待機児童数について、市の実態と現状分析、対策をお聞かせください。以上です。はい、それでは幹事社の質問に順次お答えをしていきたいと思います。まず1点目でございます。平成30年度の予算編成の、まあ、市長査定を終えての、まあ、所管および、まあ、編成方針見通しについてというご質問にお答えをしたいと思います。1月の9日の火曜日から11日木曜日までの3日間、まあ、新年度予算の市長査定を実施をいたしました。平成30年度予算編成の市長査定を終えての所管としては、社会保障関連経費の上昇に伴いまして、扶助費を中心としたこの義務的経費が非常に増大をしており、また都市基盤整備、また老朽化した公共施設対策、
市が成長するための施設等の財政需要が大幅に増大をしておりますので、昨年度以上に大変厳しい編成作業になったというふうに感じております。しかしながら本市が東日本の中枢都市として将来もまた成長発展していくために、これまでも申し上げておりますが、これからの5年10年大変重要な時期であるというふうに申し上げてきております。この認識に基づきまして、平成30年度予算はこうした厳しい財政状況ではありますが、事業の費用対効果の検証あるいは緊急度、優先度による事業の優先順位付けを徹底し、財源を確保した上で本市の将来を見据えて持続可能な成長を続けることができる、選ばれると幸せ実感都市の実現に向けた予算を、積極的な予算を編成をすることができたというふうに考えております。編成方針としては本年度新たに策定をします埼玉市総合振興計画の後期基本計画、次期実施計画、また先ほど説明をしました成長加速化戦略、また幸せ倍増プラン2017などをですね、着実に実施をしながらですね、本市が継続的に発展できるように、またより多くの市民の皆さんが住みやすいというふうに感じていただけるための予算編成を行いたいと行ってきたというふうに言えると思っております。平成30年度の予算規模の見通しについては、詳細にはまだ申し上げられませんけれども、平成29年度を上回り過去最大の予算規模となる見込みでございます。また30年度の予算の詳細については改めてまた機会を設けてご紹介をさせていただきたいと思います。続きまして2点目、この成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が施行された場合に成人式等を変更するのかどうかというご質問にお答えをしたいと思います。先日1月の8日に行いました平成30年成人式につきましては、皆様方の多大なるご協力をいただきまして滞りなく開催されたことに、この場をお借りしまして改めて御礼を申し上げたいと思います。なお新成人の出席者が1万人を超え、出席率 76% という高い出席率となり、参加いただいた新成人の方々に喜んでいただき、とても嬉しく思っているところであります。民法の成人年齢であります20歳を18歳に引き下げる民法改正案が近く通常国会に提出をされるという話がございます。現在成人式については民法の成人年齢であります20歳をお祝いするものとして行われておりますが、民法の改正が施行された場合には18歳が成人となることに伴います関連法等の義務と責任がどのように変更されるかを注視した上で課題を整理をし、他の政令指定都市また関係機関とさまざまな問題について協議を重ね、より良い成人式の在り方を検討していきたいと思います。少し猶予の期間もございますけれども、これかなり市民の皆さんにとっては非常に影響の大きいことになりますので、それについては慎重かつ早めにですね、精査をし、また取り組みについてご報告もしていきたいというふうに思います。また民法が成立した場合、少なくとも3年程度の周知期間があるというふうになっております。今成人式は女性の場合は高校卒業式の時にもうすでに病院等の予約をされるというようなお話も聞いていますので、そういった方々への十分な配慮ということも必要であると思いますし、例えば一時にこの3年、途中のところを、やらないというわけにはいきませんので、そういった問題などやはり課題もかなりございますので、そういったことも十分精査をしたり判断課題を整理をしながら検討を進めていきたいというふうに思っております。それから3点目がですね、放課後児童クラブの待機児童数について市の実態と現状分析、それから対策についてということのご質問にお答えをしたいと思います。昨年末に厚生労働省から昨年の5月時点における放課後児童クラブの実施状況について発表がございました。本市では平成29年5月1日現在、市内103校ある
小学校区のうち102校について公設民設を合わせた合計234箇所の放課後児童クラブが設置をされており、入室児童数は同年4月に初めて1万人を超えて、5月1日現在では1万198人と前年同月から508人増加をしているところでございます。待機児童数については平成29年5月1日現在で483人となっておりまして、受け入れ対象学年が6年生まで拡大をした平成27年の同月の698人、昨年の594人から年々減少をしてきているところでございます。しかし、この共働き家庭の増加や社会環境の変化によりまして、保育所と同様にこの放課後児童クラブの利用を希望する方々も年々増加をしてきておりまして、待機児童の解消には至っていないという状況でございます。そのため現在本市の子ども子育て支援事業計画でございます、埼玉子ども青少年のびのび夢プランの中間見直し作業を行っております。その中で放課後児童クラブにつきましても、利用ニーズの推計に基づきまして改めて整備目標を設定し、待機児童の解消を目指していくこととしております。また整備省としては引き続き民間の物件の活用による施設確保への支援を継続していくとともに、合わせて幸せ倍増プラン2017の中でも掲げておりますけれども、市町部局と教育委員会との連携をより一層深めまして、余裕教室を含めました学校施設の活用について積極的に推進し、子育て世代が安心して就労できる環境を提供していきたい、このように考えております。以上です。ありがとうございます。それでは、ただいまの秘書さんの説明に対して、質問のある者はまた挙手にてお願いします。それ以外と。それは内容ですので、その他の質問に移らさせていただきます。質問のある者は引き続き挙手にてお願いします。朝日新聞の増田と申します、はい、国政に関して伺いたいのですけれども、すいません国政に関して伺いたいことがあるのですけれども、はい、昨年の衆院選でですね、はい、当時野党第一党であった民進党が3つに分裂しまして、選挙が終わって3ヶ月ぐらい経ちますけれども、いまだにですね、会派の結成等々をめぐって非常にもともと民進党であった方たちが混乱しているような状況にあるかと思うんですが、市長ご自身は1期目の選挙の時に政権交代前夜のですね、民進党の国会議員の方からも支援を受けて、まさに当時の党としての勢いとかですね、有権者の方の期待というものをお感じになった上で当選されたかなと思うんですけれども、そういうご自身の経験を踏まえて現在の、民進党というか、旧民進党の方も含めてですね、の状況をどういうふうにお考えになっていらっしゃるということと、今後、野党としてですね、民進党がどういう役割を、特に国政党において果たしていくべきだとお考えになっていらっしゃるかと、この2点について伺いたいと思います。はい、もともと小選挙区制を中心とした制度でありますから、やはり二大政党制というんでしょうか、大きな2つの大きな勢力が、しっかりと政策を掲げて、国民の皆さんに、その中で選択をしていただくというのが、この制度の大きな、基本的な考え方というか目標だというふうに思います。その中で、現時点でいうと、一つの大きな政党に対して、他が少しこうこじまりとした政党になってしまっているという状況については、本来はやはり大きな2つの塊がですね、政策論争を通じて、国民の皆さんに、何て言うんでしょうかね、こう選んでいただく、
あるいは切磋琢磨をしていくというのが本来のあるべき姿だろうというふうに私自身は思っております。その中で、ちょうど前回の選挙では、大きな一つのまとまりということが、結果的にはできずにですね、バラバラの形になったということについては、やはりこの小選挙区制を中心とした制度でありますから、なかなか十分な結果が当然もたらされてなかったということにもなりますし、やはり国民からすると少し分かりにくい構造になってきているんだろうというふうに思います。ただその際のいろんな経過経緯がございますので、現時点ですぐに一つの大きな勢力になっていくということは、非常に困難も伴っているんだろうというふうに感じていますけれども、いずれにしても将来的にはというか、いろんな選挙の際にはですね、やはりそうした大きな政治の塊同士がですね、しっかりと政策を提言してもらって、国民にその選択肢を示していただくということが望ましいんだろうというふうに思っております。そうした状況になることは期待をしたいというふうに思っております。ありがとうございます。少し追加で、すでに分かれてしまったということについて、その二大政党を目指すという意味ではマイナスだったという話だったんですが、現在もこういうふうに混乱が続いていることについてはどのように考えていらっしゃいますか？そうですね、基本的にはやはり前回の総選挙での選挙前後でのですね、やはり党が分裂をしていった、あるいは新しく生まれていった経緯というものがあり、その辺がですね、もちろん政策的なこうすり合わせ、ということも十分ではないでしょうし、また感情的な部分も含めて、必ずしも、終わってすぐということでは十分にまだ心の整理もできていないという状況にあるのかなというふうには、客観的に見て思いますけど。ありがとうございました。他に質問のある者はありますか？埼玉新聞です。はい、ちょっと少し柔らかい質問。はい、先日1月4日の成人式なんですけれども、はい、市長のご挨拶をお伺いしておりまして、はい、君たちの将来は君たちの手の中にあるということで、はい、若者を激励されておられました。はい、市長からご覧になってですね、はい、今の成人20歳っていうのはですね、自分が20歳時だった時と比べてどういうふうな若者像に移りましたでしょうか？そうですね、私たちのとの時代がまず大きくはですね、もうすでに18歳で選挙権を持てているということが、今回の成人ということで申し上げますと、私たちの時には20歳になって初めて、選挙権というものを持てる時代でありましたけれども、18歳ですでに、選挙権を、持っている方々だったということが一つ大きくあると思うんですね。それで今の時代、やっぱり情報についてはインターネットを含めてさまざまな情報がたくさんあって、若い世代の皆さんもいろんな情報が得ることができたり、いろんなことに社会参加もできる、そんな環境にもなっているとは思いますけれども、まだその中で、そうですね、なんて言うんでしょうか、一つその社会の中の一員であるという部分について、私たちの時代に今どれだけあったかということについては、私自身のことを考えると、それほどまだまだ高くはなかったとは思いますけれども、でもそういった一員であるとになったんだという意識の部分については、そうですね、僕らの頃と比べるとそうですね、
でも比較しても僕らも何て言うんですか、やっぱり二十歳の時代って一番その迷ったり悩んだり考えていく時期だと思うんですよね。ですからその中でただこの性その意識はそんなに大きくは変わってはいないと思うんですけども、ただその中で、その成人式をやるということで大人の仲間入りをするんですよということを知っていただくことで、より深く、まあ、若い皆さんには考えていただく一つの契機になってほしいという思いがを持っています。ですからテレビ等でインタビューのね、お話なんかを聞いても非常にまあ真面目に答えてくれたりですね、まあ、厳粛なものであるというふうな捉え方をしてくれている若者もたくさんいますし、でも一方でやっぱりまだまだいろいろ悩んだり苦しんだりしている人たち、あるいはまだ成長しきれてないような面も持ち合わせている若い人たちもの中にはまだいるのもまた事実だろうと思いますけれども、ただ社会環境は大きく変わってはいますけれども、そういった迷い人生についていろいろ深く考える、そんな時期、あるいはそんなことで思い悩んでいるということでは、まあ、私たちの時代ともそんな奥は変わらないというふうには思っています。ちょっと難しい他に質問のある人は、はい、毎日新聞の山寺と申します。すいません、ちょっと幸せ倍増プランに戻ってしまうんですけども、はい、よろしいですか。ありがとうございます。一番最初に出てきました、はい、保育に関するですね、保育の受け皿の確保なんですけれども、はい、子育て支援型幼稚園の認定制度の創設というのは、はい、さいたま市独自のものなんでしょうか、それとも国と全国的にこういう動きがあるものなのでしょうか。はい、東京都もこれに近い、まあ、制度を、まあ、やり始めているということは伺っておりますけれども、厳密にちょっと比較をしたことはございませんけれども、まあ、私たちの思いとしては、まあ、幼稚園があって、保育園があって、それで、まあ、国の方で、まあ、いわゆる認定こども園と、まあ、両方がこう、まあ、バランスを取ったような形の制度ができたわけですけど、首都圏の中でいうと認定こども園ってまだまだやはり非常に少ない状況がございます。それは保育園側にとっても幼稚園側にとってもなかなかちょっとハードルが高いというところがあるのも、それはまあ経営的な意味でも、あるいはまあ教育だとか保育、あるいは幼児教育をしていく上での考え方という意味でもですね、ハードルがあるんだろうというふうに思っています。その中で、まあ、私たちとしてはこの子育て支援型幼稚園というのを作った背景で言いますと、さいたま市は非常に私立の幼稚園に通うご家庭子どもたちがですね、特に3歳から5歳までの間は非常に政令市の中でもおそらく一番高い市でありまして、そこがまあかなりこれまで未就学の子どもたちを育成をしていただいたという、そういった経緯もございますし、また現状もそういう状況がございます。その中でやはり働いているとどうしても保育所しかないという選択肢だけではなくて、少し育休の取り方を工夫をしたり、あるいは働き方を少し工夫をすることによって、保育所という選択肢もあるけれども幼稚園という選択も本当はしたいというふうに思っている方々もたくさんいるだろうというふうに思っています。まあ、保育所の整備ということも非常に重要なことではありますけれども、私たちとしては幼稚園に預けたいという方もいらっしゃる、保育園に預けたいという方もいらっしゃる、いろいろそういったニーズ、それぞれの家庭のニーズや要望に合わせて選択ができるということをですね、目指していきたいというふうに思っています。ですからやや認可保育所だけがいいみたいなちょっとイメージに今なりつつありますけれども、もちろん認可保育所にこう預けるということが必要なご家庭もこれはたくさんあるのも私たちも十分承知をしておりますので、その整備はしていきます。ただもう一方でそこだけではなくて
幼稚園というところで教育を受けさせたいというふうに考えているご家庭もあるし、あるいは保育所に預けたいけれども、もう少し明確なその保育の方針みたいなのを打ち出した形で行われておりますナーサリーですね、こういったところに預けたいというふうに思っていらっしゃる方もいらっしゃるし、小規模な人数の少ないところでやはりちょっとなかなか人見知りもするし、きめ細やかな子育てをしていきたいという世帯家族にとっては、やはりこの小規模型のところで、ね、子どもを預けたいというようなご家庭もあると思います。私たちとしてはそういういろんなご家庭の要望であるとかニーズに合わせた形で、あるいは選べるそういった制度にしてできるだけしていきたいというふうな思いを持っておりまして、その中でどうしても幼稚園の場合は長期夏休みの長期休暇があったりしますし、どうしても幼稚園に行っている時間というのは極めて短い部分がございます。もちろん子どもの時は親御さんといる時間を大切にすべきだと、あるいはしたいというご家庭が幼稚園を選んでくるわけですけれども、家庭によってはどうしても多少働かなくてはいけないというような、そんな状況もあったりするご家庭もあろうかと思います。それでも本当は幼稚園に行きたいというところがあるとすれば、そういった皆さんのニーズにも合わせられるのではないかというふうに思って、今子育て支援型幼稚園という、ちょうど中間的な形にはなろうかと思いますけれども、そういったものも制度として取り組む中で選べる子育て支援ができればということで、今回幸せ倍増の中にも入れさせていただきました。ありがとうございます。認定を受けたからといって認可保育園の扱いになるとかそういうことではないけれども、利用者負担の軽減でそのお金の補助が31年度からは始まるということでしょうか。そうですね。今国の制度が現実として今どういうふうになるかがちょっと今私たちも分かりませんので、そこが例えば特に幼稚園については全額がその無償化されるのか、あるいはその例えばそのいわゆる分かりやすい言葉で言えばその、プラスアルファのところはいわゆる預かり保育と今まではそういう言い方をしておりますけど、その部分への国からの支援というのがあるのかどうかということがまだちょっとはっきり分かっていないという状況がございますので、ちょっとこうなりますという形でまだ申し上げられませんけれども、制度としては私たちとしてはそういう選べるご家庭によっていろんな環境があろうと思います。また教育方針もあろうと思います。また子どもとの接し方もあると思います。その中で選んでいただいて最もいい自分のそれぞれの家庭に最もいいところを選んでいただけるような制度にしていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。他にはすみません、子育て支援型幼稚園のですね、はい、定義的なところについてちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、有償化無償化は置いておくとして、その預かり保育というものに対して、ある程度長時間だったりとか、あるいはこの、夏休みだったり長期休みの時にも預かり保育という形で対応することができる幼稚園ということな認識でよろしいでしょうか。そうですね。ちょっと細かいところまではちょっとまだ今すぐは申し上げられませんけれども後ほどまた担当の方からあれさせてもらいますが、基本的には幼稚園を保育園化をしようということではありません。ただ働いていても幼稚園に行かしたいなという思いを持っているご家庭もあるというふうに思ってますし、少しやっぱり努力がそれぞれ必要で、例えば育休の取り方も完全に1年か2年か休むというやり方もあるし、例えば時間を就労時間を短くするという育休の取り方もありますので、そういった取り方をして子どもたちとの接点の時間を長くするという形の中で、ただどうしても長期間の夏休みとかあの辺がですね、かなり最大の多分ネックになっているんだろうと思いますので、その辺を少しですね、
こうできれば行きやすい環境ができれば行けるのではないかというふうに思いますので、まあ、もちろんこれはそれぞれの幼稚園が選択をしていくことになると思いますので、まあ今まで通りでやるという幼稚園も当然これはあっていいと思いますし、またあるべきだと思いますし、またそうではなくて少しそういったところも意識した形で幼稚園運営をしていきたいという幼稚園にはそういった対応もしていただけるだろうというふうにも思っていますし、またまあその両方にとってメリットになるようにという思いでその制度を作らせていただいているということですね。ありがとうございます。他は特になければ時間の関係もあるのでよろしいですかね。では以上をもちまして、記者からの質問を終了させていただきます。ありがとうございます。それでは以上をもちまして市長定例記者会見を終了させていただきます。なお次回の開催は2月2日金曜日1時半からを予定しておりますのでよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。